軽く引くだけで簡単楽々、どんな野菜もふわふわの極薄仕上げで日々の料理に大活躍。7時、キャベツピーラーライトのご紹介です。使い方はとっても簡単。中央のリングに指をかけて軽く引くだけ。力がいらずスムーズにスライドできるため、名前の通り楽々山のようにキャベツの千切りを作ることができるんです。角がバラバラになってもこの通り、とっても便利なピーラーなんです。似たような製品は数多くあれど、7時キャベツピーラーライトが他と違うのはこのギザバ。切れ味に徹底的にこだわった鋭い高精密ギザバがキャベツの繊維をサクサクと切り刻みます。キャベツの千切りは極薄でふわふわな仕上がり。時間が経ってもみずみずしさを失いません。カット断面がギザギザしているため、ドレッシングも大変馴染みやすいんです。高精密のギザバはキャベツ以外の調理にも大活躍。本体がしなり均一に面を捉えることができるため、このように長い大根も軽く当てて引くだけでスーッと簡単に薄くスライスできます。刃が野菜の角からしっかり捉えるので無駄が出ません。さらに人参のような小さい野菜も短いストロークで楽々皮を剥くことができます。じゃがいものゴツゴツした表面もご覧の通り。レンコンチップスもちょうどいい薄さでスライスできます。またオニオンスライスも簡単です。目にしみることもありません。ここまで楽に極薄に仕上げられるので、人参のフィットチーネなど薄くスライスした素材を活かせる料理が簡単に作れます。お手入れも簡単。使い終わったら水ですすいでいただければ OK です。7時キャベツピーラーライトがご家庭に1本あれば日々の料理に大変重宝します。ぜひお試しください。業務用としても人気のキャベツピーラーも好評発売中です。